時は来たレディ。我らの計画を実行に移す時が来た。怪人トラップの準備はどう？抜かりはないわ。お弁当もOKよ。ミャーミャーす。よし、完璧だわ。待ってろよ、天地。 やっぱり留守か。みんな、どうしちゃったんだろう。どうしたの、天智くん。あ、咲夜さん、どっかに電話？ああ、実家にね、せっかく修学旅行で岡山に行くんだから、ちょっと寄ろうかなって思って。けど、この3日間誰もいなくて。そう。おい、マサキ、出番だぞ。お、何やってんだよ、マサキ。あ、ちょっとな。 罰として、みんなの皿回せよ。そんな、岡山か。何も起きなきゃいいんだけど。みんなのお皿を一人で回し、行くぞ、正義の仲良し魂。というわけで、A地点配置につきました。B地点配置につきました。C地点配置につきました。D地点配置につきました。ミャ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 。 というわけで、皆さん、お約束のはいチーズ。どうでもいいけどさ、なんでみんな一緒にいるわけ。さあ、カモがバックショットやってきた。元気なのが駅の外へ出た瞬間に煙幕が吹き出すわ。それが作戦開始の合図よ。ラヤー、リョウコ、煙幕弾の方はバッチリセットしたろうね。ああ、もちろんだ。 待ってろよ、天地。今すぐそこから連れ出してやるからな。<笑>なれ、なれ、戦闘開始のゴングよ。ゴングよ、ゴングよ。なれ！よっしゃー！何？リョウコ、まさかあんた爆弾も？ 派手に行こうぜ、派手に。 天智奪還作戦、レディーゴー！天智様、天智様、天智様、天智様！天智様、天智様！何なんだ一体？まさか天智くん？天智様！何にも見えません！天智くんを連れ戻しに来たのに、助けることになるとは本末転倒もいいとこよ。 あの肉々しい妖怪バスターズの皆さん、やっぱり天智くんを狙いに来たのね。次回を待て。 こんなこともあろうかと思って。天智見っけ。会いたかったぜ、天智。あ、お姉さん、大胆な。え、僕は幸せだ。どうせ死ぬなら、お姉さんのような美人の家、胸の中で、うん、死にたー。 天国のおばあちゃん？僕もついに天国に。おばあちゃん！あ、なんてことだ。
こいつは盲点だったわ。まさか私たちの計画を予測して、こんな巧妙かつ人間の深層心理をついた大胆でいて繊細な作戦を実行に移すなんて。何者かがこんな紙で私たちの目を欺いているのよ。こんなせこい手使うやつはあいつしかいねえ、シロクマ。それじゃあお願いね、みんな。おう、任せておけ。バッチリ踊り役を務めてみせるぜ、シロシロ。クマシロです。お前はどうすんだ、クロクロ。クマシロだってば。とにかく逃げられるとこまで逃げてみる。落ち着いたら連絡するね。おう、結婚式には呼んでくれよ。地球の裏側だろうと絶対に駆けつけるからな、クマクマ。クマシロだってば。二人とも元気でね。マサキくんを話しちゃダメよ、シロクマ。お幸せにね、クロクマ。元気な赤ちゃんを産んでね、好きのワグマ。だからクマシロだってば。マサキ、出しちまった。誰よ。ひとつ人よりあくだまたいじ、ふたつふるさと遠い星、三つみんなで固く捜査よ。えポリスマンじゃないんだから。うるせえな、一回やってみたかったんだよ。あなたたち替え玉作戦でしてやったりと行きたかったようだが、そうは問屋が下ろさねえぜ。飛んで火を出す夏の虫か、お前のことだ。なんか違ってますけど、ここは話を進めてっと。というわけで、天地様はいただいていくわ。ねえキヨね、私たちすっごく悪役っぽいんだけど。長いことやってるといろいろあるのよ。ああ思った、悪かったな。うんじゃあ、そういうわけでいただいていきます。天地くん、おっと、はい、ご苦労さん。逃げるんだよバーカ。サクヤさん、悔しいだろ。悔しいよな。悔しかったらマサキ邸まで来い。来られるものならな。サクヤさん、テンチくん、サクヤさん、勇士に向かってヒンズースクワットをする昨夜は無事に天地を救うことができるのであろうか。次回を待て。